より小さい2024年5月15日、水曜日、日本時間16日、サンフランシスコジャイアンツ対ロサンゼルスドジャースアットオラクルパークより大きい。動画、大谷翔平は道具も異次元だった。元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁。大谷翔平、29、が15日、敵地ジャイアンツ戦に2番 DH で先発出場。 4打数2安打1四球で3戦連続マルチ安打をマーク。打率を364に上昇させてナ・リーグ首位打者をキープした。チームはジャイアンツに1マイナス3で敗れ、連勝は2でストップした。昨日に続き2安打のマルチ安打を記録した大谷は3回の第2打席、明らかに低めに来た4球目をボールと確信して見逃したところ。 審判からストライクアウトのコールがされ、首を振りながらダグアウトへ。その判定をしたこの日の主審は先日のヤンキース戦で観客のヤジを勘違いして、ブーン監督を退場させた前科のあるウェンデルステッド氏。大谷の態度が気に食わなかったのか、7回の第4打席では明らかに外の球だったにもかかわらず、ストライクを取って三振の判定。さすがにに大谷も腕を前に出し 軽く抗議の姿勢を見せた後に不服そうな表情を見せた。ロバーツ監督、試合後コメント。大谷は2度、ギリギリのボールを見送って、それぞれ三振に終わったが。良かったと思う。あのボールはどっちに転んでもおかしくなかったからね。私は彼に今のアプローチを貫いてほしい。私たちに不利なボーダーラインの判定もあるだろう。しかし、翔平の打席でのクオリティは素晴らしい。 あのようなコールに対して彼が少し首をかしげたり目に見える形で不満を示したりするのはどう思いますかあのような状況だからこそ彼は本当に争いいい打席に立とうとしていたんだと思うボーダーラインの判定で彼は自分の思った通りにならなかったというだけなので少しフラストレーションが溜まっているような素振りを見せても私は気にしない